インプロチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ピアニストの秀樹です。これからですね、僕のピアノの動画を、上げていこうと思っているんですけども、皆様と共有できるようなことをたくさん上げていってですね、僕なりに社会に音楽で幸せになったので恩返ししたいなと思ってます。で、そもそもですね、お前誰やねんっちゅう話なんで自己紹介をちょっとさせていただこうかなと思います。まず今、32歳になりました。で、僕はですね、15歳の時、高校1年生の時ですね、高校1年生の時に、病気をしてしまいまして、もともと中学の、3年生の時にスポーツ推薦ですね、ラグビーのスポーツ推薦で高校に入ったんですけど、上下関係とかすごく激しすぎてストレスとかがすごい大変で、でその時に慢性疲労症候群っていう病気にかかってしまって、どんな病気かって言ったら、普通の人の免疫力が3分の1になる病気、ストレスも100、普通の人だったら100感じるのを150とか感じてしまうような体質になってしまってて、寝ても疲れが取れなかったり、あとずっと熱があるんですよね。学校も不登校になり、ラグビーも当然できなくなったんで、すぐに。で、母親に友達にですね、母親の友達にクラシックルピアノの先生がいるっていうことで、まあ習いに行かないですね、言ってくれたんですね。で、そこからピアノを習い始めて、心に透明な水が入ってくるようにすごい癒されました、ピアノの音に。で、ちょうどね、坂本龍一さんのエナジーフローとかがちょっと流行ってた時期ですね、で坂本龍一さんの曲やったりで、一からバイエル、子供のバイエルって分かると思うんですけど、ピアノやってから、それから、習い始めて、で3年間その学校高校行って、で卒業して、1年間毎日、まあ、自分の免疫力を上げなくちゃいけないから、友達に横についてもらってずっと歩き出したんですね。特にこれといって特効薬とかの病気ではないので、最初は歩くところからやって、どんどん走り出して、1年間毎日、ほとんど、まあ、ほぼ毎日ですね、走り行って、で気づいたら周りの友達とかよりも早く走るようになって、そこから、高野音楽院という音楽学校に、まあ、行かせてもらって3年間行きました。で3年間行って、もう卒業して10年経ちました。で今、32歳ですね、はい。で具体的にどういうことを発信していけたらいいかなって思ってるのが、もう僕の中で書くみたいなものが今あって、それは僕がそのピアノ、まあ母親の存在もすごく大きかったんですけど、ピアノの音に本当に、救われたというか、自分が病気から救ってもらえたもので、それだけそのまあ高校生、音楽学校卒業して10年間また音楽に向き合える時間を、社会環境周りの友達や家族にいただけたので、それをお返ししたいなと思ってます。ピアノで人の、心や、虫歯で疲れてる方、病気になってる方の心を救いたいな、本気で思ってます。なので人と共有できるようなコンテンツを、これからアップできたらなと思ってます。そうですね、どんなことでもいいんで、コメント欄からご意見やご感想などいただけたら、本当に自分の励みにも、今後の役に立つものにどんなことでもなると思っているので、意見をいただけますと助かります。普段はですね、今は、ジャズピアノの講師として、西口兄弟音楽教室という教室をさせていただいています。日中は先生を、ジャズピアノの先生をしていて、夜は、ライブをしたりですね、あとホテルに演奏しに行ったり、そういう仕事をしたりしています。あとすごくね、自然が好きなので、海に行って映像を撮ってですね、それに音楽をつけたり作品を作ったりさせていただいてます。ご興味がある方はそっちも心地よくて、ぐっすり眠れるような音楽をご提供できてるかなと思いますので、はい、よかったらぜひ覗いてみてください。僕が
そうですね、本当にピアノ弾いて自由に自分らしく、教えてくださった先生たちも偉大でしたし、今も習いに行ってますよね。なんていうんですかね、自分の心が本当に救われたように、その気持ちがちょっとでも届くと人は本当に感動してくれたり、癒しされたり、笑顔に変わったり、すると思うので、そういうものを、YouTube の配信で通して、これからたくさんですね、配信していけたらと思っています。では、今日はこの辺で、これからもすごくいい演奏やいい情報ですね、弾き方の情報であったり、そういうことをお伝えできるようなことで、皆さんと共有できるようなことをたくさん配信でしていけたらと思ってます。よろしければチャンネル登録お願いします。ここまで、僕の話を聞いていただいてどうもありがとうございました。失礼します。